皆さんこんにちは。ここは朝倉かな、朝倉になるのかな。今からですね、この正面にある山ですね、彦山に今日は登ろうと思います。彦山は標高 1199.5 メートルで福岡県では3番目に高い山ですが、高さトップ3の中では一番有名な山じゃないかなと思います。釈迦岳と御前岳、普通知らないですよね。彦山は日本三大修験道の山で、山伏の修行場になっていました。山全体が彦山神宮という神社になっており、山頂付近は県境が定まっていないというちょっと変わった山です。この彦山に登って地理歴史について見ていきたいと思います。よろしくお願いします。あちらに山がいっぱい連なっているわけですが、昔山伏が修行していた修験道の聖地彦山に今日は登ります。まだね、登山口までここから45分か。登山口というか、その登山というかですね、もう参道なんですね。一応登山じゃなくて、要は参拝ということになりますね。では一番下のその鳥居、金の鳥居というところまで行って、そこから登っていこうと思います。この右手を流れている川があるんですけど、小石原川っていう川ですね。河川争奪といってね、流域を奪われてしまった川なんですけど、小石原でね。詳しくは河川争奪って何という動画をご覧ください。はー、すごいダムだなこれ、小石原川ダム。とにかく今日は彦山に行きますので。ここ何、なんか、あ、二輪のなんか練習所なのかこれ。へー、あ、こんなのがあるんですね。朝倉市二輪交通公園っていうのがある。このまま上がっていくと小石原の山の上に出るわけですが、そこがいろんな川の流域がせめぎ合ってるんですけど、山の頂上が平坦になってるんですね。彦山方面と書いてありますね。ここが小石原です。まあ、焼き物で有名な小石原ですね。小石原を左に行きます。ここを左に行くともう彦山も近いですよ。引き続き国道500号を走っていきます。添田町、長谷峠ですか。長谷峠を越えました。なんか大して峠という感じではないですが、小石原がね、あの平坦な場所なので。おお、24度ですか。涼しいなぁ。そんなに涼しい。あ、涼しい。クーラーつけなくていいですよ。で、彦山は福岡県で3番目に高い山なんですね。3番目なんです。でも1番目2番目知らないでしょ。まあ、1番目2番目僕も忘れましたけど、名前なんかやめとかその辺ですけど、そう、2位じゃダメなんですかって言いますけど、なんと彦山は3番なのにすごいんですよ。まあそんな福岡県の3位なのにすごい彦山を登っていきたいと思います。では彦山右ですね。彦山まであと8キロです。ここから最後ちょっと人上がりして、そこから登山口ですね。登山口というか山道か、そこから山道ですね。彦山の頂上にはあの本宮、なんていうのかな、あのお社のね、あの一番のがあるんで、ここからも鳥居があるんですね。まあ、そういう文化的なことはさておき、安山岩の山ですね。あ、これか、ここですね。じゃあここに止めましょう。ではそこに彦山観光案内板と書いてあるんですが、こっちですね、金の鳥居登山口というのがあります。こっちから、彦山の山道ですね、登山口というか山道なんですね、これが。うん、なんか ここは通れなさそうだから、こっちから上がっていきましょうか。こっちに金の鳥居っていうのがあるんですけど、ここに駐車場ありましたね。ちょっと上がってきちゃいましたけど、じゃあこっちに、金の鳥居に行きましょう。ということで、これが金の鳥居っていうんですね。あの銅の鳥居と書いて金の鳥居なんですけど、すごいですね、この彦山の文字が。でこれが山道なんですね。山頂に続いています。これ山道なんですよ。この石段もまた立派だしね、鳥居も立派ですね。いや、すごいすごい彦山です。では彦山のこの鳥居の下をくぐってですね、お辞儀をしてね。でこれは通っていいのかな。登山道一部規制のお知らせ、令和4年8月から7年12月まで入れないんですね。今日はね、7月、ギリギリ7月なので行けるはずです。もうこの石畳もね、なんかこんな感じになっちゃってるんですね。もう今一部工事が始まってるみたいで。まあこの辺なんとか棒跡がいっぱいありますよ。ここが一番いい、あの公開してある棒なんですね。財蔵棒、江戸時代の山伏の住まいと書いてありますね。公開中らしいのでちょっと見てみましょうか。
この彦山は全体が修験山ですからね、修験の山です。公開中ご自由にどうぞ。上にお坊さんがいます。さてさて、坊とは何ぞやという話ですが、山伏の家族が住んでいた家です。こんな感じの古い民家みたいな佇まいなんですが、先ほど見た金の鳥居から宝平殿まで続く参道の両脇にずっとこの坊が立ち並んでいました。つまりこの参道は山伏の家が集まった団地みたいなものだったんですね。坊は畳の間が連なった作りになっていて、一番大事なのはこの3部屋続いている畳の間です。この一番奥に祭壇があり、これが彦山の山頂の方角になっているというのが基本形です。この在蔵坊は敷地の間口が狭いので、祭壇が彦山の方を向いていない特殊パターンだそうです。山伏の修行は山の中で行うものですが、家の中でここから彦山に向かって家事祈祷をすることもあったそうです。というのを在蔵坊の説明員の方から聞いて、その受け売りをしているだけなんですけどね。ということで在蔵坊でしたが、いろいろ説明してもらいましたね。彦山の名前が変わってきたというか、漢字が変わってきたんですね。もともとは太陽のこと書いて彦山だったんですけど、それを天皇から、佐賀天皇から漢字を変えなさいと言われて彦山というね、昔は A の字がなかったんですね。で、それに佐賀天皇から言われて変えて、で、その後霊源法皇から江戸時代に A の字をつけなさいと言われて、A 彦山で彦山になったと。なんかいろいろあるんですね。この道沿いは多分ずっと坊があったんですよ。坊というのが山伏が、暮らした場所ですね。山伏の家がこう並んでいたんですね。参道沿いは棒だらけですね。家ですから、要は山伏の一家がね、過ごしていた家なので、要はここは住宅街ですね。ずっと棒が並んでいますが、あの石段を登ったら、もう彦山神宮かな。上がっていきましょうか。ちょっと一段落ですかね。土産物屋さんがあります。で、こっちが神宮ですね。いや、いいですね。いいところです。で、ここから石段に変わりましたが、ここからどんどん上がっていかないといけないんですね。神宮がね、麓にあって、で、頂上にもまた一番の大事なお社ですね。そちらまで上がっていきますが、うわ、すごいぞこれ。気が遠くなる。これですよ。ずっとこうやって階段を上がっていくんですね。でもね、周りがこうやって木があるから、日は当たらなくて涼しいですね。かなり登ってきましたよ。先が見通せないぐらい下にありますからね。で、あそこがケーブルカーの駅があるんで、帰りはケーブルカーで降りようかな。で、ここが神宮ですかね。彦山神宮です。ようやく上がってきたわ。きつい。もうここまでで十分きつい。では御朱印をいただきましたので上がっていきましょうかね。すごい眺めだな。日本八大天狗彦山豊前坊、飛行するらしいですよ。天狗ですからね。天狗、横にはカッパがいますね。こっちも天狗ですね。では山に登っていきましょうか。そこが下津宮ですかね。で、こっからは本当にもう登山ですよ。登山ですね、これ。安山岩の山ですね。これはすごいな。鎖ですね。大変そうです。まだ半分しか来てないのか。あと 1.7 キロね。きついな、これ。修行してる山伏はこれを上がってたわけですよね。大変だよ。ホラガイ持ってね。疲れた。黒くないんで、玄武岩ではないですね。かといって、ちょっと白いかな。これなんか白いですね。結構白っぽいので、流紋岩に近い安山岩かな。そんな感じの岩が落ちています。これはね、大変ですよ。私ね、今日普通にジーパンできてますからね。山登りとは思えん格好だ。一応トレッキングシューズだけどね。山登りあるあるですけど、100メートルしか進んでないでね。絶望ですよ、本当に。これがあと16倍あるわけだ。ここに椅子があるんで、ちょっと休んでますけど。
あと 1.5 キロか。また100メートルしか進んでない。きついですね。まあ、とにかく、どんどん眺めが良くなってきますね。これ、飯塚方面かな。ちょっと霞んでますが、飯塚方面が多分見えるんじゃないですかね。霞んでるけどね。まあ、止まっててもしょうがないから、ゆっくり上がっていきましょうか。なかなか大変ですよ、これは。修験道というのはですね、漢字で書くと、剣を収める道と書くんですけど、この剣とは何かというと、まあ、いわば超能力ですね。超能力を収める道ということで、まあ、そのどういう超能力かというと、病気を治したりとかですね、まあ、そういう超能力をこうやって修行すれば手に入るということで頑張っていたのが修験道です。だから山伏の皆さんは超能力を手に入れるために、こういう山に登って修行してたんですね。これで超能力が手に入るならそれは確かにやるだろうな。なかなかね、喋りながら登るの大変ですから。ちょっと黙ろう。なんか一瞬歩きやすい道になったな。平坦になりました。ずっとこの調子がいいんだけどな。やっぱり石段はきついですよ。でもなんか、こっからそんなに登らないのかな。どうなんでしょうね。ちょっとなんか、見晴らしがいいというか、空が見えますね、向こうは。だからもうそんなに標高はここから上がらないんじゃないかなと思います。うわぁ、これすごいですね。安山岩の巨石ですね。へぇ、すごいなこれ。なんかすごいバランスで成り立ってますよ、これ。下空洞が空いてますからね。どっかからこう落っこちてきたのかな、これ。落っこちてきてここに乗っかってるみたいです。すごいですね、これ。へぇ、木が生えてますよ、これ。へぇ。これをね、登っていかないといけないんだ。こりゃ大変だな。カメラ撮りながら無理ですね。まあそこがさっきの鎖場なんですけど、そこから上がってきてですね、こっちまたもう見晴らしがすごく良くなってきましたね。いやー、いい眺めなんですよ。いい眺めですね。もう山頂まであと1キロぐらいかな。1キロないと思いますが、どうかな。まだ1キロあるかな。まだ1キロありましたね。まだ1キロはありますよ。 1.1 キロ先でした。なかなか着きませんね。でもいい道ですよ。綺麗ですね、緑が。この辺りから急にちょっと平坦になりましたね。中津宮、ここか。これが中津宮なんですね。中津宮は彦山の5合目にあたります。一息入れて自然を味わってください。じゃあちょっと、この中津宮、これなんていうものこれ。中宮ですか。中宮でさ、こう CYU って書くのがなかなかないですよね。一応中宮みたいですね。へえ、これが中宮というか中津宮って書いてありますね。中津宮です。ここが5合目なんですね。まだ5合目か。なかなかきついですよ。ここになんか、石垣というかね、なんかあった跡があるんですけど、刈込め5法と書いてありますね。彦山を開山した、禅宗上人の弟子、藤原常雄ですかね、を祀る祠跡と書いてありますね。すごいですね。こんな山の中によく祠を作りましたよ。もうここまで来るだけで大変ですからね。物をこうやってね、石垣を作るのも大変ですよ、これ。さあ、上宮までついに1キロを切りましたね。0.9 キロです。こっからもうなんか、どうなのかな。一回なんか下ってますね。まあね、さすが修験山という感じで、祠があったりとかしますね。ここはちょっと、ね、道が落ち着いてていいですが。お、これ右手がすごいですよ。見晴らしが。いいですね。すごいですよ、この見晴らしは。おお、あれ、岩が見えますよ、あれ。これは、まあ確かに玄武岩ではないですね。まあ結構黒っぽいんで、玄武岩に近い安山岩ですかね。まあ、こんな感じで山が広がっていますね。見晴らしがいいですよ。もう山はあの辺りかな。彦さんね。まああと1キロあるんですけど。でもこの調子で1キロならいいんですが、どうかな。
まあやっぱ楽だったのは束の間の話で石段が現れましたね。まあでもこの石段はまだ楽ですよ。こうやって毎週山登りをしているぞ。やっぱ登山用の装備がいりますね。ああすごいな、ここにも祠があります。もう山全体がね、聖地ですからね。地獄落とし、昔以前の国鍋島清久が幼少の頃、彦山上宮参拝の帰りにこの断崖から転落しましたが奇跡的に助かりました、とか書いてあります。これ、これなかなかすごいですよ。見えるかな。まあ、あんま見えないですよね。下がもう見えないレベルの崖ですけど、すごいですね。なんか急激に進んだ気がしますね。 0.6 キロです。上宮まであと 0.6 キロ。ああ結構進んできたな。5合目を過ぎてからちょっとやっぱり道が楽ですよ。5合目までが一番大変ですね。ちょっとなんか曇ってきましたけど、ここすごいですね。なんか何なんだろう、杉の木が立ち枯れてますね。まあ、登山道がこんな感じなんですけどね、いいですね。いやこれ多分安山岩ですね。やっぱり灰色ですよね。白いのが流紋岩で、この灰色のが安山岩で、もうちょっと黒いのが玄武岩ですね。まあ中ぐらいの色ですね。灰色の色をした火山岩、マグマからできた岩がこの安山岩ですね。そこに下城という看板があるけど、ここで関所でお金取ってたんですね。なるほど、直視とかもここで降りないといけないんだ。こっからはだからお依頼さんも徒歩ですね。こっから先はカゴとかで上がっちゃダメで、ちゃんとね足で歩かないといけないというとこですね。いやいいですね、安山岩がこうやって落ちててねっていうのがね。これはでもなかなか怖いですよ、崖になってますから。こっからつるって落ちたらもう本当に落ちていきますよこれ。なかなか険しい山ですね。まあ、こんなのカメラ片手にプラプラ行くのはあんま良くないのかもしれないけど、ああいいですね、安山岩がいっぱいです。おおいいですね。ああようやく 0.4 キロ。これが木の鳥居ですね。もうようやくこの辺から最後の道のりって感じになってきましたね。ああ割と普通の石段って言ってももう結構こたえますけどね、ここまで結構歩いてきたから。天気はなんかいいんだか悪いんだか、なんかちょっとね蒸し暑くなってきましたからね。まあまだ山頂じゃないんですけど、ああ風が涼しい。ああ気持ちがいいですね。ちょっとね天気が悪くて霞んでるのが残念ですが、でもなかなか高くにやってきましたよ。福岡県内3位ですからね。この階段いつまでも続くんですけど、いつになったら終わるのこれ。でももう結構頂上が、あ、見えた見えた。あれが、上宮ですか。頂上ですね。彦山の中岳の頂上です。標高は、1199メートルだったかな。いや、どうだっけ？一番高いのは南岳だったかな。で、南岳に確か三角点があるんで、三角点を見に行きましょう。上宮までは 0.2 キロです。ようやく来ましたよ。大変だ。ああいい眺めになってきましたよ。こっちがねすごいですね。ほらほら山並みが見えますよ本当に。ああいいですね。もうこの辺りで一番高い山ですからここが。いやー全てをこう見下ろせるわけですね、全ての山をね。上宮が倒壊する恐れがありますので立ち入りを禁止します。いやーでもこの景色は本当にいいね。いい景色です。ここが上宮ですね。そこに建物がありますけど、もうねでも山の上でボロボロなので、それでこの8月からここを修復するわけですよ。なのでここは入れないということですね。倒壊する恐れがありますのでと書いてありますが、彦山神宮の上宮がこれなんですが、ちょっと今入れないですね。4年間かけてここを修復するわけですね。ちなみに天皇家の菊の御紋がありますね、屋根には。あでももう右側が剥がれてますからねこれ。あらあら、まあ4年後これが修復されるということです。ということで上宮はいいとして、
南岳ですね。こっちが確か最高峰になるんじゃないかな。南岳に行って戻りましょうか。こっちですね。一回降りることになります。すごいですね、これ。こんな感じですよ。あっちに見えてるのが南岳かな。あんま見えないか。この通り安山岩がゴロゴロ落ちてるわけですけど。いやー、素晴らしいです。こっちが福岡県側で、まあ、あちらが大分県側になるんですけど、この辺りはね、県境が確定してないんですね。福岡県と大分県の境がよくわからないので、今だから僕はまだ大分県境を越えてないんですね。だから一応今のところ僕は大分県には越えてきてないというか、よくわからない状態に今なってるわけですけど、このままね、大分県側に降りていって、大分市内に入ると、大分県に入らないまま大分市に入るというね、だから福岡県大分市にいるというバグが発生しますので、まあそんなわけないんですけどね。まあそれは冗談として、彦山は江戸時代までは全域が豊前の国に属していたわけですが、これが廃藩置県のなんだかんだで、1876年にこの彦山を境に福岡県と大分県が分かれることになりました。普通だったら尾根に沿ってこの通り県境を引くところですが、彦山神宮の上宮を真っ二つに分けてしまうことになります。で、大分県は尾根に沿った県境、福岡県は山伏の修行場になっていた聖域を県境だと言っていて、今もまだ決まらないままということですね。まあ基本は多分ここが、こっちがね福岡県で、こっちが大分県ということになるんでしょうが、まあ一応県境が確定していなくて、どこからが福岡県で、どこからが大分県なのかはよくわかりません。それにしてもここ眺めいいですね。へえ。あ、いいですね。ここは本当に尾根だからね。おお、すごいすごい。あれは安山岩のちょっと柱状節理みたいになってますね。へえ、いい眺めだ。で、南岳はもうすぐですね。10分もかからないんじゃないですか。10分ぐらいですね。あれが上宮ですね。ボロボロですよ。まあでも本当にすごいですね。これ山の頂上にこうやってお宮があるわけですね。上宮です。で、こちらが南岳ですね。こっちの方が確か標高が高かったはず。まあ南岳はこんな感じで上がっていくんですけど、まあまあ注意して上がっていけばそんなに大変ということはないかな。ここが南岳かな。一応そこに南岳と書いてあります。彦山南岳 1199.5m ですね。で、ここには祠がありますが、すごいね。彦山南岳 1199.5m。 残念ですね。あと 0.5m 高ければ 1200m なのに。まあとにかくそういう彦山の南岳ですが、これですね、皆さん大好き三角点。これ一等三角点ですね。一等三角点です。ありがたい一等三角点。彦山の南岳ですね。しかしこの南岳はですね、全く展望が効きませんね。木に囲まれてて何も見えませんね。まあ一応ここで休むことはできますんで。疲れたね。本当に疲れた。じゃあ降りていきましょうかね。また1時間ちょっとかかるでしょうか、降りるまで。雲行きがね、まあ雨降ってないですけど、このまま降らないでほしいですね。しかし私は雨男なので、多分降られるかな。どうなんでしょうね。知らんけど。でもいっぱい安山岩を見ることができますよ。安山岩ですね。曇ると、映像は撮りやすくなりますね。白飛びとかしなくなるんで、岩の色もよく見えます。だから本当は撮影的には曇りがいいっちゃいいんですけど、ただね、この空の爽やかさはなくなりますね。突き抜けるような青空の中の方が、空は映えるんですけど、ただこうやって岩石を見るときは曇ってる方がいいですね。いやーでもここからの景色は本当に素晴らしいな。これでね、もうちょっと霞んでなければね、どうかな。だから飯塚方面ですかね、あっちがね。田川とか、そっちの、田川方面ですかね。いやー、いい眺めですよ。相当やっぱ目立つ山ですよ、彦山は。こんだけね、見渡せるわけですから。
目立つ山ですね。下りは暇ですね。もう上りでだいたい一通り見たから言うことがない。いや、雨が降るかなと思ったら意外と降らないですね。このまま降りていけそうです。出ましたね、鎖場ですね。これはね、下りの方が怖いですね、上りより。どうやって降りようかって感じですが、まあ、頑張って降りましょう。ずいぶん降りてきましたね。彦山神宮まであと 0.4 キロですか。ずいぶん降りてきたな。やっぱり下りの方が楽は楽ですね、確実に。まあそれにしてももうこれ以上下りたくないので、やっぱりケーブルカーに乗って帰ろうかな。何時までやってるのか知らないですけど、今4時半ぐらいだと思うんで5時ぐらいに降りれるかな。いや全然違った、今が5時でしたね。今が5時です。普通のアブラゼミが鳴き出しましたね。この辺から結構下に降りてきたということですね。下界に降りてきました。いやいや、でもいい山でしたよ。少なくともこの間の鋼山より100倍いいです。それを比べちゃちょっとかわいそうか。鋼山はね、あそこは電波塔が面白いはずのところで、その電波塔に行けませんでしたからね。この山全体が聖地だからやっぱり面白いですね。じゃあこれが最後の鎖かな。最後の鎖ですね。降りていくともう神宮が近いですね。下界ですよ。久々に下界に降りてきましたね。今が5時10分ぐらいかな。ということで無事に降りてきましたが、ちょっと喉が渇いたんでね、これですね。全然映んねえな。これですね。もう喉が渇いたんで、うまいね。うまいです、登山後のコーラ。うまい。それでなんだろうこれ、ちょっと気になるんですけど、水が湧いてきてるのかなこれ。あそこに滝があるわけですけど、これなんか神様なんですね。雨の御くまりの神と書いてありますが、流水を疎通分配することを司る神。修験行者が入部時に、これで入部って読むんですか。入部時に必ず水筒に入れ、部中の保険引用としてお守りとして用いたものである。さて、それでスロープカーがこっちなんですけど、駅がね、何ですかねこのディウって。これディウ駅って読むの、神駅なんでしょうね。これ駅の名前がディウなのか。だとしたらめっちゃかっこいいですけどね。これもやってんのかな。なんかもう終わってそうな気がするな。なんか雰囲気的に終わってそうですよね。やっぱりね、閉まってますね。何なんだこのディウって。まあ、とにかく閉まってますので歩いて降りるしかないわけですね。これ何時までやってんだろうな。これで降りたら楽ですけどね。しょうがないな。まだね5時27分なんですけどね。スロープカーはもう営業終了です。こういうとこやっぱ早いですね。まあ確かにこんだけ人がいなければ運転しませんよね。まあ頑張って歩いて降りていくしかないわけですが、これまたでも果てしないんですよね。いやー遠いな。ということで彦さんでしたね。まあこれで彦さんの登山は終わりなんですが、ちょっと地形的に面白いところがねちょっと下にあるんで、でこっからは道が細いですね。かなり道が細いねこれ。まあ、とにかくこのまま行くと防雲台というね崖があるんで、99カーブってすごいですね。99個もカーブがあるのこれ。98カーブこれはすごいな。98個もあるんですか。さっきが99だったからね、99個カーブがあるんだ、ね、このペースであるとそれはあるよなって感じですね。とんでもないですね、国道500号。へー、まあ確かにすごい道ですね本当に。でね、あ、ここか、ここが駐車場なのか。なんかね防雲台っていうのがこの辺にあんのかな。あったあった、すごいですね。ちょっと止めましょうか。で、このね看板の後ろですね、向こうに見えるのがこれが防雲台というんですけど、これすごいでしょ。崖ですよ崖、安山岩の崖ですね。これだけね崖があるのはすごいですよ。これどっかから登っていけるらしいんですけどね、ただこれかなり難易度が高いらしいので、まあ素人はちょっと登らん方がいいでしょう。
僕は素人なんでね、まあ、とにかくこういう安山岩の崖があるということですね。黒くないし白くもない安山岩ですね、安山岩の崖です。これがね、まあ、こんなところにあるんですね。こうやって道があってここにね崖がドーンとあります。これが、防雲台ですね、ということで、防雲台でした。じゃあ帰りましょうかね、帰りましょう、ということで、彦さんでした。まあ、これから4年弱登れなくなりますので、この動画を見て面白いなと思った方は4年後行ってみてください。令和7年の11月だったかな、まあ、だから4年じゃないか、4年、まあ、3年ちょっとかな、それではまた今度ご視聴ありがとうございました。